なんか岸田首相が、だいぶ支持率が落ちてきたということで、とうとうこの山際大臣を辞任させましたね。ああ、しましたね。じゃあこの統一教会に関しても、この質問権を発動っていうことで、うん。国会とかでもこの判決が出る前に、解散請求の手続きに入る選択肢もあるって形で発言もして、はい。この統一教会と絶縁宣言をしても、誰も信用してくれないってことで、うん。解散命令しかないって形で、岸田首相は、統一教会を潰す覚悟が、できたのかなって形ではあるんだけども、そうですね。ただここで解散命令を出すことができなければ、当然首相を辞めるしかなくなるっていう状態で、ただこの政調会長の萩生田さんがかなりこの統一教会とズブズブっていう状態で、これもこの岸田首相としたらこの仕方なくっていうことで、選挙のことしか考えてなかったってことで、この安倍派の分裂っていうのは免れないんですけども、この最大のライバルの茂木派が力をつけてくることを恐れてって形で、それでこの安倍派閥が最大勢力であり続けてもらうために、この安倍派閥の萩生田さんだけじゃなくて、西村大臣とかもポストを与えたって形で、そしてこの松野官房長官とかも起用して、安倍派全体がこの岸田首相を支える構図にしようって形で、やったんだけども、そしてその萩生田大臣に関しては、統一教会から追及されないようにって形で、政調会長のポストを与えたって形で、ただなんでここまでこの萩田政調会長を、自民党が推すのかが、よくわからないって形で、萩田政調会長と西村大臣っていうのは、共にこの人望が全くないっていうことで、萩田さんに関しては、創価学会のお膝元で統一教会とズブズブって形で、完全に怒らせたりとかもしましたけども、この統一教会を解散命令に持ち込まなければ支持率が回復はしないんだけども、逆にこの統一教会を解散させたら、この統一教会とズブズブの議員を大臣にしたっていうことで、またこの処分とかを責められるっていうことで、どっちにしても。どっちにしても、決勝がね、ここら辺がどこまで本気で解散命令まで持っていく気なのかが、ちょっと分かんないっていう形で、しかもこの質問権とかも統一教会本体に対するもので、関連団体に対してはこの質問ができない状態なんで、実態を把握するのが難しいっていう形で、この統一教会もその悪さをする部門っていうのは、すべてね、この関連団体っていう形になってるんで、何かあった時にはその関連団体のせいにすることができてしまって、最悪はそこを潰してしまっても、新しい代わりの団体を作ればいいっていう形なんで、この辺がね、どうなるかってこともあるし、それで解散みたいな感じになったら、創価学会からも圧力がかかるだろうし、それはね。創価学会っていうのは、この国家権力から組織を守るために、公明党を使って自民党と連立を組んできたってことで、しかもこの自民党の多くの議員っていうのは、選挙の時に公明党の票を当てにしているっていうことで、この解散請求にはこの慎重論が高まるんちゃうかっていう形で、今後どうなっていくかですね。昨日にも切れない感じですね。ね、しかもこの憲法改正とかに関しても、一緒に戦ってきたわけだから、自称保守言論人とかも、解散なんか言ったら、わめき散らすだろうし、解散請求をさせないようにって形で、自民党内からも、また影響があるかなって形で、聞く力の岸田首相の悪い部分が出なければいいんだけども、今後ね、どうなっていくかって形でなってますけども、そんな中でこの解散に意欲的なのが河野太郎さんっていう形で、この岸田首相とかにも内緒で、統一教会の問題とかをめぐる検討会を設置って形で、しかもこの特定の団体の相談件数を公表するって形でね、これはかなり異例のことだったんだけども、公表して揺さぶりをかけてきたって形で、それでこの報告書の結論として、解散請求も視野に入れた質問の権限を行使する必要が、あるって形で言ってね。で、この宗教法人と関係ない省庁が宗教法人の解散命令に言及って形で、かなり暴れまくってるんですけども、この河野太郎さんも、外務大臣から消費者庁で、降格処分になったんだけども、それを逆手にとって岸田首相に、実行力のなさを逆に世間に、分からしたっていう形で、しかもこのマイナンバーカードに関しても、この Google のスマホと連動っていうことで、これまでこの中国とズブズブって言われてきた河野大臣が、アメリカとズブズブってことをアピールして、自称保守からは、絶賛させるしかない状況を、作ったって形で、自称保守の人たちはあくまでね、その反対する人たちに対して、お前らスパイかみたいな感じで批判してるんだけども、Google のスマホに導入したりとか、Google とか Amazon のクラウドを日本政府が利用することに関しては、そのアメリカに対してスパイって形で、言わないって形で、そのアメリカのスパイはいいんだけども、中国のスパイはダメだよって形で、
ちょっとこの辺のね、使用法人の考え方も、まあ、どうなのかなってこともあるし、まあ、おかしいですね。まあ、マイナンバーカードの導入はいいけども、まあ、Google のスマホに導入っていうのは危険ちゃうのとか、まあ、そういう形の議論にはならないっていうのも、ちょっとまあおかしいかなって形で、どうなのかなって形でありますけども、まあ、どちらにしてもこの統一教会の解散請求ができなければ、一気にこの河野太郎さんが、まあ、総理候補として躍り出てくるかもわからないなって形で。確かに。まあ、ちなみにこの宗教問題といえば、この XJAPAN のトシさんとかも、まあ、宗教のような感じの、まあ、洗脳集団が理由でまあ解散をしましたけども、はい、まあ、これはこのレムリアレコードっていう会社のオーナーの倉口雅也さんが、雅也っていう芸名で音楽活動をしながら、ホテルとかでこのセルフトレーニングと称する、まあ、自己啓発セミナーとかをしていて、ほう、まあ、このセミナーでこの会員のことを、まあ、悪魔とか化け物とか、とにかくまあけなしまくっていたって形で、会員のことを、まあ、それでこのとにかくこの我を忘れろとか、まあ、お金とか名誉とか学歴は捨てろみたいな感じで言っていて、うん、まあ、それでこの彼のために物品販売とか新規勧誘をまあさせるために仕向けていたって形で、まあ、このセミナーを受講していたのが XJAPAN のトシさんと、まあ、嫁の香織さんっていう形で、うん、まあ、この入会後はこの顔色とかも青ざめて痩せて、まあ、ここではこの化け物顎男みたいな感じで言われたりとかしてまあ、そういう意味ではね、この小室系だったら、まあ、化け物モアイとか、そういう形で呼ばれるのかも分からないですけども、はい、まあ、普通はこんな怪しい団体にまあ引っかからないと思うんだけども、うん、まあ、これもなんか、まあ、マインドコントロールなのかなっていう形で、すごいっすね。ハマるきっかけっていうのは、この安らぎを与えてくれるような音楽に、まあ、興味を持っていたってことで、お、まあ、それでこの、まあ、ロックバンドとかでね、まあ、激しい音楽とかばかりやってるから、まあ、そういったのに逆に求めてしまったのかなって形で、対極のものにね。それで、まあ、たまたまこのマサヤさんの作品を購入して、まあ、ファンになって、まあ、それでこのコンサートとかにも行って声をかけたらセミナーを受けるように言われて、まあ、受けたらその全てを否定されるから、はい、もう XJAPAN の自分は嘘の自分だって形で信じるようになって、まあ、それでまあ解散するようになったって形で、あ、まあ、これまでのこの解散理由っていうのは不仲とか、まあ、音楽性の違いとかが原因って形で言われたけども、はい、自己啓発セミナーとかも、まあ、もろに影響してたんちゃうかっていう形で、要因としては大きいと、まあ、さらにこのヒデさんの自殺とかにも関してもまあ語っていましたけども、はい、この XJAPAN が解散発表した数日後に、まあ、ヒデさんから電話がかかってきた時に、まあ、トシさんはまあ自分の気持ちを打ち明けて、これまでは偽善ばかりで、まあ、醜く生きてきたって形で、まあ、僕はこの成功的な甘えがあるから、まあ、自分を守ってくれて、まあ、そのガードをしてくれる人が必要で、うん、まあ、それがこの YOSHIKI さんだったって形で、まあ、語って、まあ、この腹の中ではこの反発していても臆病だから、まあ、それが言えなかったって形で、涙ながらに、まあ、ヒデさんに告白をしてって形で、うん、で、まあ、それでまあヒデさんがびっくりしたっていうことで、今度ね、ゆっくり飲みに行こうみたいな感じで、まあ、誘われたって形で言ってて、はいはい、まあ、それでこのヒデさんももしかしたらこの僕と同じように悩んでたのかも分からないって形でインタビューとかでまあ語ったようですけども、うん、それがこの洗脳されている状態でのインタビューだったんで、まあ、もしかするとこのヒデさんの自殺に洗脳されたトシさんとかの影響もあったのかなって形で、まあ、それは分からないですけど、まあ、その解散した半年後ぐらいにまあ、自殺っていうことなんで、うん、まあ、もしかすると影響してるのかもわからないですね。まあ確かにね、まあ、ちなみにこのトシさんはこの芸能人だからっていうことでこの新規勧誘はするなみたいな感じで言われてたってことで、うん、勧誘とか物品販売をされると、まあ、有名人だからまあ騒がれるんで、逆にこのそれがこの信用するきっかけになってしまったのかもわからないですけども、はいはいはい、ただこのトシさんが信じてる倉淵氏っていうのは裏ではこれ結構ひどい言葉とかも、まあ、かけられた音声とかもあるようで、うん、まあ、このトシさんの嫁の香織さんにこのトシさんのことをまあ顎男みたいな感じで、まあ顎みたいな感じで呼んでいて、はい、電話するときには顎いるかみたいな感じで言ってきて、まあこの顎に大工仕事をやらせるから言っとけよみたいな感じで、まあそういった音声とかも残ってるってことで、うん、まあ、それでまあ解散してからもしばらくはこのコンサートとかで、まあ友情出演とかで、まあ倉淵氏が出演したりとか、まあ広告塔としてまあ利用されてたって形で、はいはい、でまあそこからこの10年以上洗脳され続けたって形で、はあ、まあ実際にこのトシさんがまあ洗脳され続けたまあ記録っていう形で、まあ洗脳時刻の12年からの生還って形で本とかもまあ出版してますけども、うん、まあこの男がやっていた自己啓発セミナーがまあホームオブハートって呼ばれていて、でまあ訴訟とかも起きていて、はい、まあそこをまあその紀藤弁護士とかがまあこの問題の訴訟とかをまあ扱っていてね、うん、まあそこでも結構まあ複数の人がまあ騙されたって形で訴訟とかを扱ってたんですけども、まあ被害者の話とかではこのセミナーとかで、まあ、半年の間に1400万円の被害を受けたっていう形で、はい、まあ、このセミナー代とか会見代とか、まあ、店舗開設費等っていう形の名目で、まあ、支払わされたって形で、うん、お前の顔を見れば
まあ、トラウマが分かるって形で言われて、あ、まあ、それがお金のトラウマだって形で、はい、まあ、一緒にいたこの4歳の娘に、まあ、お金をちらつかして、まあ、それでこの払いのけさせたのを見せて、お金に興味がないから払いのけちゃうんだよって形で、うん、お前はそのお金にトラウマがあるからという形で、まあ、どんどんね恐怖心を与えていったって形で、それでまあその借りてでも払えって形で、まあ、その電話で融資を申し込むトレーニングだみたいな感じで、まあ、自分たちもそうやってきたみたいな感じでいろいろとまあ言われてきて、はい、まあ、そういったこともその子供たちがいる前とかでもそういったセミナーとかをやっていたって形で、よくないですけどね、まあ、それでこの紀藤弁護士は児童虐待とかの恐れがあるって形で、まあ、児童5人をまあ保護をしたって形で、まあ、そうしたこのまあ、HOH からまあ被害者らの話はでっち上げだって形で、はい、まあ、弁護士はこの売名行為と金儲けのためにまあ事件を引き受けたって形で、まあ、誹謗中傷をしてきたって形で、うん、まあ、この HOH はこの被害者の中に元 HOH のまあメンバーである、まあ、被害者もいたから、はい、営業妨害とか損害賠償請求のスラップ訴訟とかもまあ仕掛けてきたってことで、はいはい、ただこの裁判とかでは HOH 側がまあ敗訴したってことで、うん、まあ、この判決とかではこの精神医学とか心理学の知識を乱用した、まあ、他人を意図的にマインドコントロールされた状態に陥れる行為とかがまあ著しく反社会的な行為であることは言うまでもないという形で、うん、まあ、考える余裕とか反論する余裕とかを与えずに集団でまあ長時間この一人の相手をまあ罵倒するのは精神的な拷問で、まあ、極めて非人道的という形でまあ判決が下されてね。なるほど。さらにこのクラブ自身に尋問も行われたんですけども、うん、あなたはこのセルフコントロールのまあ殺人でしょうから、それにふさわしいまあ振る舞いをしてくださいという形で、まあ、そういった感じで、まあ、たしなめれるような場面もあったってことで、うん、まあ、これがそのあまりにもこの幼稚な発言をしていて、まあ、それを聞いていたトシさんが、まあ、直接ね、その場面を見たことによって、まあ、脱会につながったって形で、はいはいはい、まあ、そこからこの広告と失って、HOH もまあ白旗を上げたって形で、うん、まあ、そこからまあ弱体していって、潰れる方向に行ったんでしょうけれども、はあ、まあ、なかなかね、まあ、こういった団体もあるって形で。いろんなありますね。そうですね。まあ、ちなみにこの事実誤認のコメントとかでまあ謹慎処分を受けていた玉川徹さんですけども、はい、まあ、一応まあこの辺でまあ反省はしているようですけども、まあ、全然まあショックは受けてないということで、まあね、まあ、むしろこの余計にこのスクープを取ってやろうという形でやる気満々の状態みたいですね。そうなんですね。まあ、一応なんか玉川徹さんの方にはこの左寄りの発言とかでまあそっち側からのたくさんの情報がリークをされてくるんで、うん、まあ、そこからこの取材を進めてスクープを狙っているということで、はあ、まあ、その電通っていう部分を省けば、まあ、間違った発言はなかったということで、なるほど、実際にこの演出があることも判明したし、うん、まあ、それでこの大きな権力の監視役っていうのはまあ必要ということで、まあ、コメンテーターの多くっていうのは当たり障りのないどうでもいいようなコメンテーターがまあ多いという形で、はい、ただこの玉川徹さんは上の人間には嫌われてるということで、うん、まあ、徐々にこの露出を減らされていくだろうということで、まあ、実際この20日に復帰をしたんだけども、翌日は出演が取りやめということで、はいはい、21日に鈴木エイトさんが出演した時にリポーターで登場する予定だったんだけども、どうもその復帰当日にスタジオで出演したことが、まあ、上層部を殺したんちゃうかって形で、まあ、ちなみにこの事実誤認のその菅前首相の、まあ、弔辞ですけども、まあ、これはその山形有朋が暗殺をされた伊藤博文のことを、まあ、忍ぶ歌なんですけども、はい、まあ、本当はこの山形有朋が、まあ、暗殺って形で、まあ、言われているということで、うん、つまりこの菅前首相の安倍晋三を忍ぶ言葉を紹介したということで、まあ、菅前首相が、まあ、安倍さんがね言うことを聞かないからということで、まあ、用済みだということで、まあ、海外から命令されて、まあ、暗殺をしたって形でも、はいはい、まあ、取れる歌なんかなって形で、うん、まあ、そう考えるとまあ怖いですけどね。確かにね。まあ、ちなみにこの五輪汚職問題とかで、まあ、高橋容疑者が4度目の逮捕されましたけれども、うん、まあ、実はこの国会議員とかもすでに絡んでるってことで、まあ、高橋容疑者はまあ現在この5つのルートから、まあ、2億円ほどの賄賂っていう形でまあ、逮捕されてますけども、うん、まあ、その中でもこの ADK ルートが一番まあやばいって形で、ここでありてんね、武田恒和氏のルートっていうことで、うん、まあ、ここはこの武田氏にも逮捕されるのも時間の問題だろうって形で言われてますけども、はい、ADK ルートとかではこの社長の牧野氏と元専務の久松氏と元五輪担当本部長の多田氏が逮捕されたって形で、うん、まあ、実はこの多田氏っていうのは野田聖子議員の妹の旦那さんってことで、まあ、この多田氏は ADK の政界担当っていう形で、森喜朗さんの電話番号とかもしていてね、やり取りとかもあったって形で、はいはい、ただまあその携帯電話とかもまあ押収されてるって形で、うん、野田聖子議員っていうのは妹を元政策秘書として雇っていたって形で、まあ、それでその後にこの一般社団法人の
国際文化都市整備機構の理事とかを、まあ、務めてきたって形で、うん、まあ、そしてここにもこの角川が、まあ、参加しているっていうことで、まあ、いろいろと、まあ、ここにもこの関係して五輪とつながるルートが、まあ、あるんちゃうかって形で、一応そのルートがね、まあ、分かっただけで、まあ、そこに関係している人たちが、まあ、次々にこの逮捕されていきそうですけども、はいはいはい、まあ、とりあえずまあ一番最初に、まあ、逮捕されそうなのが、まあ、武田恒和さんちゃうかって形で言われているようでね、うん、まあ、これはまあどこまでこの芋づる式に、まあ、逮捕されるのかって形でなってるみたいですね。確かに、まあ、ちなみにこの麻生太郎さんの引退がまあ近づいてますけども、はい、後継者は誰にするかって形で、まあ、長男にするのか長女にするのかって形で、まあ、迷っていて、うん、まあ、長男は現在37歳で長女は35歳って形で、はいはいはい、それでまあ長男は慶応で長女は東京大学っていうことで、うん、しかもこの長女はこの東京大学文学部を卒業してイギリス留学をしてイギリス名門美術賞のクリスティーズに就職をして、で、まあ、2014年にはこのフランスで科学系企業などを経営するデヨン家の御曹司と結婚したっていうことで、うん、まあ、それでこの帰国をして現在は子育てとかも一段落して、まあ、一応なんか政治にも興味を示してきたってことで、で、まあ、その東京大学に在学中にはこのファッション系のサークルとかでモデルとかも務めたりとか、一応まあその政界進出をするとまあ間違いなく支持を得られるに違うかって形でね、綺麗な人なんですかね、元モデルって形なんでスタイルはいいと思うんですけども、うん、まあ、元その美術賞っていうこともあるんで、まあ、もしかすると眞子さんの就職とかのサポートもまあするのかなって形でまあちなみにね、まあ、小室圭に関してはいろいろとまあその上げ口とかも書かれてましたけども、はい、まあ、ロイターまでこの小室圭の報道を扱うって形で、うん、来年1月11日にこの正式に弁護士になる予定って形で発表されて、はい、まあ、LLM から JD コースへ編入したこともしっかり書かれていてね、はいはい、だからまあそのロイターなんでたくさんの人が見てると思いますけども、うん、この記事に、ね、疑問を感じた弁護士とかも多いでしょうし、はい、まあ、イギリスのニュースなんだけども、このニュースをアメリカの CNN とかも引用する形で報道していてね、はいはい、つまりこれアメリカの弁護士とかも、まあ、たくさん見てるだろうし、うん、小室圭に関してはアメリカとイギリスの放送協会から、まあ、受験資格について、まあ、本当にあるのかみたいな感じで、まあ、追及があるって形でも、まあ、報じられてたんで、うん、まあ、なんかこの記事を見てもらったら、まあ、もっとねその声を、まあ、大きくしようみたいな感じで仕掛けてきたんちゃうかなって形で、まあね、一応まあ褒めながらってこともありましたけども、はい、うん、ただまあこれはおかしくないかって形のことで、まあ、書いたんちゃうかなって形で、うん、まあ、これがねその CNN とかで報じられたことによってアメリカの弁護士が LLM から JD コースへ編入っていうのはまずありえないし、うん、JD に行くことで LSAT の試験を回避ってこともおかしいって形でね、はい、まあ、その小室圭の人物交差で引っかかる可能性もまあ高まったんちゃうかなって形でね、なっていくかも分からないですね。まだ分からないことですね。そうね、まあ、この本来はこの LM から JD コースっていうのはありえないし、はい、まあ、普通にこの LSAT の試験を受けてから JD コースへ受けるんだったらまだ分かるんだけども、はい、受けずにこの編入って形で、うん、まあ、しかも2年間で単位をまあ取得をして卒業って形で、まあ、ここもかなりまあ不正が疑われてるだし、はいはいはい、まあ、その日本の方とかではこのフォーダム大学の卒業生の合格率はまあ 94% ってことも報道されてないしね、あ、まだこの正式な弁護士じゃないことも報道されてないって形でまあ今後ね、まあ、どうなっていくかなって形もあるしなんかね、バラ色ダンディで国際弁護士の清原博さんが小室さんに弁護士に向いてないかもしれないことを自覚して頑張ってねみたいなことを言ってましたけど、やっぱりなんかみんな向いてるとは思ってないんでしょうね、3回目で合格して。そうですね、まあ、しかもこの一ノ瀬さんっていう方が YouTube とかでも英語の動画とかをアップしてましたけども、はい、まあ、ハリーポッターの魔法の杖とかでも使ったんちゃうかみたいな感じでまあこのアメリカとかでもこの小室圭はやばい状況って形で、はい、まあ、そのフォーダム大学だけじゃなくて、まあ、サンドラ法律事務所とかもまあ経歴詐称をホームページに載して間違えてからまあ訂正してって形で、まあ、訂正した人もまあ間違えてって形で、まあ、それでまあ削除したりとかという形で、はいはい、ただまあそれでもこの採用を続けたって形のまあ前科があるんで、うん、まあ、この辺もいろいろとまあサンドラにも取られるんちゃうかなって形でもありますけども、あーね、まあ、ちなみにこのサンドラのホームページとかでは日本語が流暢って形で書かれてましたけども、はい、まあ、本当にこの日本語ができるやつっていうのは、まあ、ネイティブって形で書かれるんだけども、うん、まあ、つまりこの流暢って形で書かれてるってことは、まあ、小室圭は日本語がまあまあできるよって形の意味でまあサンドラが判断をしてるって形なんでね、はいはい、まあ、そういう意味ではその小室圭は日本語もできないんだってことがまあ判明したなって形でもありますけども、日本人やのにそうですね、まあ、日本人かどうかはまあ分かんないですけども、まあ、この眞子さんに関しても次なる目標はまあ子作りっていうことで、はい、まあ、その証拠にこの悠仁さまの帝王切開をまあ担当した主治医のまあ愛弟子がね、まあ、極秘で渡米して、まあ、眞子さんと接触をして、まあ、アドバイスって形でありましたけども、あ、見たいですね、まあ、これもね、
まあ、どんなアドバイスをしたのかなって形で、うん、まあ、普通はこの医師っていうのは妊娠に関してはね、あまりこのアドバイスとかもしないだろうし、はいはい、そういう意味ではこの悠仁さまに関してはね、その試験管ベイビーとかで男の子を産んだんちゃうかみたいな感じの疑いとかも持たれてるから、まあ、それでね、なんかそういったことで障害とかが持ったんちゃうかみたいな感じでいろいろと言われたりとかもしてるんで、はい、まあ、もしかするとこの試験管ベイビーの、まあ、アドバイスをしたのかなって形で、まあこの辺はそのアクシメケだったらね、やりかねないなって形ではありますけども、確かに何するかわからない。まあそれにしてもね、こういったその医師に関しても、まあ、この渡米費用とかどっからお金が出てるのかなって形で、うん、まあ、当然ね税金なのは間違いないんちゃうかなって形で、まあね、この辺がまあどこまで不正をしたらいいのかなって形ではありますけども、何度も渡米して往復してたみたいですね。そうですね、まあそのアクシメケに関してもね、統一教会に関しても、まあ、今後ねどんな展開になっていくのか皆さんの予想とかもコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。